来ました。今のが CMS 用時計のサンプラグですね。で、バックアップ、バックアップがないとですね、消えちゃいますよね。僕よくやらかすんですけど、WPD のサイトをちょっとリプレースするって言ってサーバーを乗り換えるとかですね、やるときになんか下手くそなのか注意力が足りないのか全部消してしまうこととかが普通にあるんですよ。で、まあそういうことはごくごく普通に皆さんはないでしょうけども、毎日例えば乗っ取られたとか何かしらよくわかんないけどお客さんが消しちゃったっていうことはあるかもしれません。その時に戻せないとダメじゃないですか。で、バックアップを常日頃からデータベースのファイル群をなんかデータベースとかにアクセスしてですね、つどつどもしくは FTP でダウンロードするなんてことはまあまあ面倒くさいしきっと無理じゃないですか。ということで自動でバックアップを取るプラグインというのがあります。これが、例えばこれもオートマティックさんがやってるんですけども、オートマティックさんバックアップを自動的に取ってくれます。で、これレストア機能というのがすごい高機能で、今 DB とか CMAX とかいろいろありますけど、データベースとプラグインのファイルとアップロードって画像アップするとテーマファイル、この4つを選べて、例えばデータベースだけだったらデータベースだけでいいんですよ。データベースだけにして、で、これでバックアップってやると、この日のデータベースを固めて ZIP 化してくれます。で、それをダウンロードするのもいいですし、実際リストアボタンをポチッと押すと、自動的にそのサーバーに直接アクセスして、勝手に戻してくれます。だから、なんかおかしくなっちゃった、昨日までお願いだから戻すって言われたときに、ポチッポチッと押したら、まあ、ちょっと時間はかかると思いますけど、勝手に戻るということになります。で、私はお客さんのサイトで、保守費用をいただく場合は、必ず保守費用を入れるようにしています。でその他にも、無料のものだと、デバッグバーですね。これです。PHP ってエラーを起こすんです。さっきテーマって PHP じゃないですか。エラーを起こすんですけど、賢いんで動いてくれるんです。ワーニングと、なんだっけ、なんかとかいうエラーメッセージは出してくれるが、一応動いてくれるみたいなのがありまして、まあ、できることならそういうのはない方がいいじゃないですか。っていうのを、管理画面からチェックできるのがデバッグバーですね。
デバッグバーとそれを拡張するデバッグバーエクステンダー、まあ、両方一緒に使うとより良いかなという感じがします。で、モンスタービジェット、モンスタービジェットはもう完全にテーマ開発をする人だけ のあれです。モンスタービジェットは何かというとですね、モンスタービジェットを有効化してモンスタービジェットを入れると100個ぐらいのビジェットが一気に入ります。どういうことか分かりにくいですね。こんな感じでですね、分かりますでしょうか。要はビジェットとして入るであろう全種類のビジェットのサンプルを一個で入れてくれるというものです。なので、お客さんにサイトを提供するときに1回モンスタービジェット入れとけばデバッグができるということですね。なんかずれるとか、なんかはみ出るとかいうことがあるかないかっていうのを全部チェックすることができるビジェットです。まあまあいいです。今日制作会社の人どれくらいいますか？少な。少なな。じゃあ制作会社もちょっとやめましょう。これはじゃあ最後に言うと、リアルシンプル CSV インポーターはこれすごいおすすめなんですけど、CSV で一括して記事がインストールできます。要は Excel で表を書いてタイトルとか本文とかスラッグとか順番とか入れて本文と全部入れるんで、おすすめです。お客さんと作るときならこれに全部先にながら用意しておいて、Excel でコンテンツ全部書いてもらって、とりあえずポンと入れて、そこから作るとかっていう感じで、すごいおすすめです。よし、じゃあ、表示系いきましょう、表示系。標準を入れたい。標準を入れたいのはテーブルクロスでしょう。表って、ビジュアルエディターで書くのすごい大変じゃないですか。だし、めんどくさいじゃないですか。それをうまくやるのが、テーブルプレスですね。こういう感じで表を書けるんですけれども、まず表などに、レスポンシブにも対応します。ディフォルトの機能としてこういうものですね。で、さらにこれが編集ボタンができまして、編集を押すとその表組をそのまま編集できる表が出てくる。こういう感じですね。で、ショートコードっていうので実際には投稿することになるので、ここにテーブル ID1 っていうのショートコードがあるんですね。で、これはまずはテーブルを表を作っといて、でその表を表示したいところのページに編集画面で、これですね、ここでこの先のショートコードに入れればそこに表が出てくるという形になります。表を入れたいんだぜっていう時にはおすすめのものかなと思います。で、よくあるどうしてもやりたいのってスライドってやりたいですよね。これです。ここやりたいじゃないですか。で、これしかもできることなら
自分で画像を入れて URL のリンクを決めてやりたいじゃないですか。でそういう時はスライドショーっていうプラグインです。これも同様でスライドショーを追加するとこういうふうにスライドショーの追加の画面が出てきます。これ後でちょっとこっちは URL もちゃんと書いておきますね。なんか似たような名前も結構あったりするので、でここにスライドショーがあるので、一個一個画像とそれに対するリンクをどん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 追加していくわけですね。でこれ並べ替えもできるので、こうやってこっちこっちってやってこうやって並び替えて順番も変えられますし、画像も消したり、リンクをつけたりできます。でこれもショートコードになるので、これですね、これをその出したいところ、ショートコードになっているので、なんか記事内とかにも別にスライドショーが入れられますね。でテンプレート内、先のヘッダーとかに入れればヘッダーとかに入りますし、という形で。割とスライドショーをしかも記事に連動してとか言われることってきっと多いと思うんですけども、簡単な実装のものであればこれで、あとはお客さんの好きなようにやってくださいっていいですし、自分のブログサイトでもちょっとトップページだけとか派手なので、ぜひスライドショーやってみてください。で、ここいいですね。リプリケートポスト超おすすめなんでこれ聞きましょう。リプリケートポストは複製っていう部分です。リプリケート複製ですね。一回例えばご自分でブログを書かれたとして、その時のレイアウトがパチッと決まったと、これはかっこいい入れてるという時に、それをコピペしてそこから変えたいなという時あるじゃないですか。その時に有効なのがこのリプリケートポストです。これを有効化するとどうなるかっていう と、例えばじゃあ今いけてた記事が例えばこれだとしましょう。でここの編集画面において下書きとしてコピーというのが出てきます。下書きとして出てきます。これページにも記事にも出てくるんですけども、これを押すことで同じものが一旦下書きとして新しく投稿されます。でこれを元に編集すれば比較的スムーズに記事が公開できるんじゃないかなというような機能ですね。大体どのサイト作るにも必ず入れています、リプリケートポスト。で次、コンタクトフォームセブン。もうこれはあれですね、ご存知ですか？大丈夫ですか？知らないですか？お問い合わせフォームを作るなら、まずはもうそれを使っておいても間違いないと思うので、コンタクトフォームセブンを使いましょう。少なくとも私はコンタクトフォームセブンを使います。でこれは何かというと、これも全く考え方と一緒で、お問い合わせをまず投稿するっていう形を取りますね。こんな感じです。これもこうやって先から出てきてますね。ショートコードっていうこのカッコからカッコまでのここにそのあらかじめ決まった文字列を入れるとその内容が展開されて表示されるっていう。で、ちょっと HTML の知識が必要にはなります。ここにお名前とか E メールとか内容とかってあって、ここにもさらにちっちゃなサブショートコードがあるんですけども、ここで例えば、テキストフィールドを入れたいんだってやって、そしたらこれを入れろよっていうのが出てくるんで、それをこっちに貼ります。そしたらこれでテキストフィールドが入力されます。でこれに対してじゃあ、当然それがメールフォームなんで誰かに届くわけです、ね、そしたらその時はどうするかっていうと、こっち側にメールの誰に届くかっていうのがあって、これをご自分のアドレスに貼ってください。でタイトルに例えばなんとかホームページからの問い合わせをしてあって、でここにさっきのものを見ていくわけですね。WPD を見てみましょうか。WPD はなぜか人生相談を受け付けています。でたまに本当に来ます。ウェブ業界でやっていくのか自信がないんですけど、どうしたらいいんでしょうみたいなのが本当に来ます。で本当にみんなで答えます。がでその相談方法ですね。お名前とメールとタイトルと本文を書いてください。で送信をしたら、今だとリスナー、リスモレがありますよって振り込んでください。で、これを何か入れると、これで届くわけですね。と、振りがあります。あ、メールアドレスが正しくないというのをちゃんとチェックしてください。
これが自分のホームページですと、まあ、これで送信されました。ありがとうございます。ということで送信されました。で、これはどういうふうになっているかというと、こちらのお問い合わせのページには、ここですね、本日、先ほど言ったショートコードがあります。そうですね。で、これはお問い合わせというところの人生相談っていうホームページに置いて作ってあります。ここですね。ここですね。まあ、さっきと同じように HTML で書いてあるだけなんですけど、お名前があって、ニュアルがあって、相談という形で本があって、それぞれにそれぞれのデジタル用の方法用のショートコードがついています。で、それが、私や誰や人生相談に誰がいますかというタイトルで、私の目当てにとりあえず届くようになっている。で、その時に内容は入力してくれた名前と E メールとタイトルがあって本文という形で届くようになっているという形で、これで A 面、B 面ですね。でさらに言うと、実はメール2っていうのも使えて、これは自動返信メールで、送信者に対してメールをもう一個送ることができます。まあ、とりあえず受付ました、自動返信ですよっていうのを使うときには、これを使う。で、コンタクトフォームセブンの弱点は、弱点というか、そのプラグイン作者の理念によって実装されてないのは、確認画面がないです。お問い合わせフォームって大抵確認画面がありません。で、あれがないです。必要ないからっていう。確固たる意思のもとついていません。で、確認画面が欲しい場合は、確認画面がついたコンタクトフォームがあります。それはトラストフォームって言われるので、そういうのもあるんで、どちらでも好きな方。あとモンキーレンチさんもですね。コンタクトフォームを考えるフォーラムっていうのはですね、九州の方で開催されたことがあります。その時に3人の、全部日本人なんです、実は。これですね、6時間ひたすら問い合わせフォームのことについて語るという、まあ、イベントがあったんですけども、その中でいろいろと紹介されてますので、もしよかったら合わせてみてください。SEO 系、SEO 系ね、夢のようなプラグインがあればいいと思います。そりゃ、プラグインを有効化した途端、検索エンジン1位になるみたいなんで、諦めましょう。諦めましょう。今分かったでしょ？だって、それ入れて1位になったとしましょう。全員入れたら誰が1位になるんですか？結局一緒じゃないですか。つまり無理ってことなんです。で、まあ、無理っていうのもおかしな話で、そのあたりは本当、アフィリエイター上がりの星野さんとか、本当プロでしょうし、まあ、ブログ飯っていう本で有名な染谷さんとかいうのがいらっしゃって、まあ、その方で言ってらっしゃいますけど、今正しいコンテンツを正しい、それを見たい人に届けなさいということしか言ってくださらないので、あれなんですけど、まあ、できることはやっといてもいいかなと思いますので、Google XML サイトマップスっていうのは何かっていうと、Google Webmaster Tool っていうのがあるんですね。ウェブマスターツールですね。これ何かっていうと、Google に正しくクロールしてもらうために、WPD ですね、未確認になってるんで、なんともですけど、WordPress でちゃんとサイトを作ってやってますよっていうことを申請することで、Google さんってこう、何日か1回なのか、何時間に1回なのか、探しに来るわけです、新しいコンテンツがないかなって。で、新しいコンテンツがあったら、それをインデックスして、今後検索してくれたときに、それを引っ掛けてあげるっていう仕組みなので、そのロボットがいるわけですね。そのロボットが読みやすいような、サイトマップ、
るサイト、僕たちが見るサイトマップではなくて、Google の、 そのロボットが見る用のサイトマップを、作るっていう機能が、を司るのが W9 サイトマップ。これでです、実際にはこれを自動的に生成してくれてるんですけども、要は記事ごとに XE メールを送ってくれて、この記事が何者でいつ更新されたかで、どういうものなのかっていうのを日々日々更新してくれて、でこれを Google さんのロボットが見に来ると、ああ分かりやすいわっていうことで、最近はただなんかただのサイトマップ、さっきの企業さんも出ましたけど、ああいうサイトマップもちゃんとクロールするっていうような話になってきているので、どこまでこれが必要かどうかというのは不明ですが、あるか何かで言うとあった方がいいことは確かだと思いますので、まあ、もしよろしければウェブサイトツールのウェブマスターツールの設定と一緒にこれを利用化してみていただければなと思います。で、さっきの、WP サイトマネージャー、さっき言ったパンクズとか何菓子とか提供してくれてると思うんですけども、あれが、いわゆるタイトルタグ系統ですかね、についてはその SEO 的なことを提供しています。これですね、要はキーワードとかディスクリプションとかタイトルとかっていうのが基本的には記事のタイトルプラスサイト名という形で並ぶようになっているわけなんですけども、そうじゃない時にはこういうのを出すという優先順位とかっていうのを決めてくれるようになっているので、この辺も入れておいていただけますかな。その他、オーリーマン SEO とか SEO 要素とかっていうようなプラグインがいろいろありますので、ご自分の好みに合ったものを使っていただければなと思います。あましなんかこの辺を我々制作者が強く言わないのは、別にどれでもそんなに変わらないのではないかなと思っていて、どっちかっていうとそれよりも正しく記事をいっぱい書くことの方が大事ではないかなと思っているからだと思っています。詳しくは、オミヤンジュって何だろう、ブロガーさんが多そうだということなら、もうちょっとライフのやつを見ましょうか。顔写真出したいですか、これ。まあ、複数人で書いたりとか、担当の人が何人かいて部署がいろいろある場合は、もしかしたらこういうのがいいかもしれませんね。これはちょっと合わせ技でやっています。このシングルローカルアバター、これを入れることで、自分のユーザーの自分のプロフィールのところに画像をアップする枠が増えます。これによって自分のユーザーの画像を登録することができるようになるわけですね。でさらにこのオーサーアバターリストっていうのを使うことで、著者一覧みたいなのをこうやってつらつらって出すことができるようになります。また、さらに、著者関連で言うと、ここにある、記事下に最近よく皆さんも使われているかもしれません。この著者情報っていうのがあるんですけども、これは、これですね、この VK.OSERVICE で、これを有効化するだけで、この著者情報が出ます。ここにはそのさっきのアバターで登録した画像と、まあ、その他で情報と、その著者が書いた最新のものが出るようになりますので、まあ、関連記事出すのも同じようにこういうのがあると、その中の人はこれですよということで親近感をもらえるかもですし、過去の記事を表示できることでアクセスが集まるかもしれませんので、もう一度簡単に、もうレイアウトはこれで決まってますけども、これもレスポンシブに対応しているので、これもどうかな。この3つおすすめですね。この表示系がきっと役立ちやすいのではないかな。じゃあ、最後ですね。カスタムフィールド系いきましょうか。カスタムフィールド系はどっちかというとちょっと業者さん寄りの話なので、日々使うかどうかというのはまだ別の話になってしまうかもですけども、まあまあ便利で有名な機能なので、例えばですね、
見せた後メニューってあるじゃないですか。でこれってその何でしょう、メニューの名前と価格、メニューの名前と価格っていうのをやるんですけど、これをあのビジュアルエディターでですね、いちいち書くって結構大変なんです。で、こう開業したらずれたり、右に寄らなかったり左に寄らなかったりするんで、これをこういうふうにですね、カスタムフィールドアドバンスを使うことで、こういう入力枠にすることができます。これだと分かりやすいですよね。さっきのテーブルプレスみたいな感じですね。で、さらに行を追加しようと思ったら、例えばメニューが1個も増えた時にも、ここにポチッと押せば、今1個増えましたよね。ポチッと増えて、押せば減るっていう感じになって、これだったらなんかできそうじゃないですか。こういう機能を提供するのが、アドバンスドフィールドカスタマイズ。アドバンスカスタムフィールド。あ、これですね。アドバンスカスタムフィールド。ACF って呼ばれてます。で、これが、これはリピーターフィールドって言って、今日は追加できる項目の内容をビジュアル的に増やせる。で、これは、ちょっと実はアドオンって言って有料です。リピーターフィールドは、これか、これなので、アドバンスカスタムフィールド自体は無料なんですけども、この繰り返すときに1個ずつ増やせるっていう機能は有料ってことですね。で、25ドルです。で、もう1個あるのが、フレキシブルカスタムなんちゃかんちゃら。これ、すごく気に入って使うことがあるんですけど、これは、コンテンツブロックタイプのものという言い方をするんですけども、あらかじめページとして要素を作っておくんです。例えばページって、こういう要素の塊なわけですよね。見出しとか、なんか背景に茶色があるとか、画像が左で文字が右とか、なんか画像全部でちょっと文字が重なってるとか、こういうあらかじめこういうのさえできていればいいわけですよね。そしたらあとはこれの組み合わせでなんとかできるじゃないですか。でこれをうまいことできるようにするのがそのさっきの機能です。ここにまたアドローになるんですけど、ここを押すと、見出し1、2、3、4、5、右画像、左テキスト、普通テキスト、自由コンテンツ、ビジュアルデータ、最新の特用語源とかあるんですね。でこれを例えば見出し1をポチッと押すと、こうやって見出し1のコンテンツを入力するところがこうなります。なのでここ見出し1とかにしますよね。でまた次に、左画像、こっちがテキスト、左にテキスト、で右に画像、こうするとこれでこっちに画像でこっちにテキストっていうのができまして、で、とりあえずテストにしましょう。これしたら今どうなったかって、見出し1があって左にテキストの右画像なんで、それがそのままこちらで出る見出し画像。これだったらなんかちょっとできる気しますよね。実際こうするとその組み合わせでどん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 組み合わせていって、最終的にどうなるかっていうことですね。例えば、このページになるとしたら、ページの表示を押すと、こういう感じでずらずらずらっと内容が並んでいる状態になっているというようなことを言ってまして、こういうのもあるといいかなというような気分ですよね。これはちょっと、テンプレートの先のループっていうのがありましたけど、あれをちょっとカスタマイズする必要がありますし、要は制作者側がちょっと頑張ることでお客さんがラッキーになる機能っていうのがありますけども、ワードプレスのビジュアルエディターだけだとどうしてもこうイラってすることって結構あると思うので、そういう時にこういうのが提供してあげれるとお客さんとしても満足いくでしょうし、きっと単価がちょっと上がったり、なんかその分美味しいの奢ってもらえたりするかもしれませんから、なんとなくプラグインとしてはこんな感じです。先ほどの何でした、さっきのリンクで、アドバンストカスタムフィールドの中の
フレキシブルコンテンツフィールド、アドオンですね。これもそのさっきの言ってたアドオンになります。はい、25ドル。で、割と僕こういうの買うんですけど、ソフトウェアにしろ、機能にしろ。